クローズアップダブリューズボンです。宮本です。なぎしゃんです。はい、ということで、まあ、前回予告があったように今日は富士通の選手らしいので、はい、一応富士通の選手を一通り見てまいりましたズボンでございます。おー、うん、優秀ですね、はい、そういう生徒求めてた先生。そういう生徒求めてた先生、すいません誰が来ても大丈夫ですよ。もう誰が来てももう全部のコートネーム言えるからね。え、はい、コートネームを言えるんですか先生ねすごい先生悩んだんだよ、みんなのために。はいはい、誰にしようかなって思った。はいはい、チームの紹介していい？そっちか肩透かし絞りきれなくて、うん、はいはい、いやただマシン体制この富士通レッドウェーブ、はい、はい、まあルーキー2人入って、うん、保射選手って新しい選手が入って、はいはいはい、まあ、はいはいはい、どういう風に変わるのかっていうのが、まあ、一番楽しみなポイントなんですよ、うん、で他のチームには、まあ、栗林選手っていう188センチの選手はいるんですけど、はい、まあ、まだその主力になりきれてないんで、はい、そこをどう生かすのかっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、BT がやりたいバスケットボールっていうところで考えるとまだそこ足りないの部分がちょっと大きいのかなと、まあ、昨シーズン怪我であんまり試合出てないんですけど、うん、そこで、BT バスケットボールにおいて、はい、この選手はちょっと、注目だっていう選手がちょっと2人いたんで、ちょっと全体像を見ながらこの選手2人にクローズアップしていきたいなと思います、はい、8番うちの近江選手。はい。ズボンさん、コートネームは？知らない。さっきめちゃめちゃ知ってる。ズボンさん、出身地は？はい。え？ズボンさん。知らない。ズボンさん。知らない。北海道。血液型は？知らない。違う。知らない。静岡県出身 A 型でコートネームはリツですね。はい、リツさんです。いたいたいた。もう一人、注目。11番。はい、篠崎美代選手。はい、あ、知ってる。なぎちゃん、コートネームは？C。 おおお、本当になんかちゃんと主力だけ見てきた感がすごい。主力だけってかうちの選手も。なぎちゃん、出身地は？神奈川。神奈川。はい、ではお二人に質問です。はい、この二人の出身大学は？知らない。東京医療大学。そうですね、松陰大学ですね。はい、違いますね。松陰大学で、インカレを優勝しております。おお、好きな食べ物メロンって書いてあるメロンって書いてあるメロンで膨らませられる話がどんだけあるんだよデートを誘おうとしてるあそこのメロンがさ、美味しいらしいからっつってどこの皆さんどこのメロンが好きなんですかね僕は夕張メロンか浦和水門がやっぱり北海道出身なんで好きなんですけど、あ、町田選手もやっぱり北海道系ですかみたいなメロン、メロン芝居いや強かった時代がありまして、はい、松陰大学、うん、で知らない、松陰大学ってごめん全然知らない。多分ね、バスケを、うん、大学までバスケをちゃんと見てないと分かんないくらいな大学っていうと失礼かもしれないけど、女子バスケが強いんですよ。どこ、あ、そうなんだ、はい、どこにあるかすらも知らないわ。どこにあるかは僕もちょっと定かではないんですけど、東京、うんうんうん、で、まあ、金沢総合の時にあのいない選手の時に、まあ、先輩でいますっていう話がね、はいはいはい、あと先週の 3x3 で名前が出てきたりとかしてるんですけど、ああそうですね、はい、篠崎選手、うん、で、まあ、この2人が、同じ松陰大学でインカレ優勝してて、はい、うん、で、まあ、うん、富士通レッドウェーブにおいて、まあ、昨シーズンも16試合中16試合スターメン出場、うん、まあ、この16試合中16試合スタメン出場しているのは、あとは町田選手 と、内尾選手なんですよ、うんうん、で、まあ、ここはある程度その固定といいますか硬いですね、うん、はい、で、まあ、なんでこの2人に注目したいかというと、まあ、おそらく今シーズンまた、まあ、富士通がアップデートしていくにあたり、はい、まあ、そのディフェンスっていうところと、スリーポイントというかシュートチョイスですね。スリーポイントっていうと僕もちょっとそのあれが偏りすぎてるのかなと思うんですけど、どんなシュートを打ちたいか、うん、チームとしてっていう部分になってくるんですけども、うんうんうん、まあ、篠崎選手は、まあ、3X でもズボンさん見たと思うんですけども、ドライブでペイントにアタックしていくっていう魅力がありまして、はい、で、内野選手は177センチの、割と身長があるフォワードなんですけども、スリーポイントがあると、はい、ただそのパーセンテージ的に2人とも、まあ、多分 BT が求めてるクオリティのパーセンテージは出し切れてないと思うんですよね、う
昨シーズン内野選手が 31.6% スリーポイント、はい、で、篠崎選手が 34%、うん、で町田選手が 37%、うん、で、引退してしまった松本成美選手が 41% なんですよ、うん、はい、ここが鍵で、すごだからそのスリーポイントチームとして富士通レッドウェーブはスリーポイントの割合が 42.02% で、ツーポイントが 57.98% なんですよね、うん、すごいね、はい、なんだけどチームとして半分、ほぼ半分、うん、だからあのダブドリのインタビューでも僕が町田選手に聞いた時に、シャンソン戦がスリーポイントが37本、ツーポイントが37本っていう試合があったんですよ、はい、でこれがまあ今シーズンとかこう BT が戻ってきてからの富士通のまあ今チャレンジの部分っていう、まあ日本代表も似たような数字を出してきて、あのアジアの試合とかフィバの試合だとシュートチャートっていうのが出てきて、じゃあ日本って見たことあります？日本ってすごいんですよ。あのね、スリーポイントの外にブワーってあって、ペイントの中にブワーってあって、ディープ2って言われるそのミドル、ペリメーターっていうところが4本ぐらいしかない、はい、ロケッツだ。そうそうそう、ロケッツみたいな感じ、うんうん、でだからそれはスモールチームとしてやっていくためのまあ一つの戦術ですよね。ここ数年出てきた、ね、NBA からトレンドが流れてきたスモールバスケットボール。そうだね、それは女子がやってる、まあ、最優先がゴール下。そうです、はい、で次がもうスリーポイント、うん、ミドルは打たないっていうね。で、まあ最悪フリースローをもらうみたいなさ、うん、はい、まあ、期待値の部分のところで、まあもちろんこのトレンドっていうのがいつどういう風にまた変わっていくかっていうのは分かんないんですけども、うん、まあ日本女子代表がそれで成功をある程度収めてる、うん、オリンピックの金メダル目指していくっていう時に、はいはいはい、まあそういう選手っていうのを増やしていくとかっていう部分で、はい、やっぱり代表クラスって言われる選手、今代表に絡んでる選手は町田選手しかいないんですよね、この中で。はい、でまあ候補って言われる選手は何人かいるんですけども、うん、この富士通レッドウェーブに関してはこの候補と言われてる選手の質が異常に高い、はい、でこれはその代表として、まあ、身長とかいろんな要素があると思うんですよ、選ぶ時に、はい、こうもうちょっと例えば篠崎選手なんか、あの以前ドキュメンタリーでもありましたけど、最後まで最後まで残ったけど最後落ちてしまうとかっていう経験もしたりとか、その何度かの番組だったんですけどとかもあって、そのまあ悔しい思いをしてるんですけども、やっぱり身長がもうちょっと5センチ高い選手で同じ動きができるんだったらそっちの方がっていう部分もチョイスもあったりしますし、まあそういういろんな要素がヘッドコーチによって違うんですけども、やっぱり選ぶ要素ポイントっていうのが、でもこの篠崎選手、内野選手とか、まあそれこそ紹介したルーキーの藤本選手とか、うん、岡田選手とか、うん、まあ、あとちらっと話出てきてる田中真美子選手とかっていう次の世代を担う、あともう一人プルースタメンで出てる内野選手とかっていうところのクオリティが非常に高いと思うんですよ、僕富士通、うん、だそこの選手たちが今度どうアップデートしていくかっていう時に、まず一つがやっぱディフェンス、はい、前からプレッシャーかけてって、どん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  B リーグでいうところの渋谷みたいな感じのイメージが正しいか分かんないですけど、秋田とかそういう風に、要は前からプレッシャーをかけてって、サイズはちょっとやっぱりその篠原選手がいなくなるで、まあ前から前からプレッシャーをかけてくれるメンバーが増えて、身長がちょっと落ちるのでインサイドの強さが、逆に足が使える選手、藤本選手もそうですし、田中真美子選手もそうですし、あとオコエモニカ選手とかもそうなんですけど、前から前からいける足を使える選手が増えたんで、多分前からプレッシャー圧力をかけていくと思うんですよね。その代わりプレータイムをどんどん回していくと思うんで、この間言ったルーキーでも岡田選手が重要になってくるって話になると思うんですよ。で、どう取っていくかっていう時に、やっぱり富士通は3ポイントの重要性が高いクラブなので、ってなっていくと、うん、先週言った岡田選手の重要性がまず一つと、うん、この内野選手、うん、内野選手は結構コーナーで待ってることが多いんですけど、はい、内野選手、あと篠崎選手はピックアンドロールからそのまま3ポイント打つことっていうのが結構あったりとかするんですけど、うん、そこの、はい、2つの3ポイントっていうところの確率がもうちょっと上がってこないといけないかなっていう、まあ、多分3ポイント打ってリバウンドを絡むっていうよりは、その3ポイント決める決めないぐらいな選択で下がってくっていう、はい、パターンもあると思うんで、ここでシュート打ったらもう決まるだろうから、これで OK でブレイクに合わせてちょっと引こうみたいな、で何人かだけ飛び込みリバウンド飛び込もうとかっていう、まあその飛び込みリバウンド飛び込むのは篠崎選手の仕事だったりとかすると思うんですけど、だそういう意味でこの2人はかなり鍵になるんじゃないかなと。でまあ11連覇してる JX っていうところに、はい、台頭してくるのが、まあトヨタアンテロープスとか、若手が躍動してる暴食、トヨタ暴食とか、今シーズン大型補強をして、まあ、前回やった稲井選手とかがいる、
伝送とかっていう風にもうだんだん出てきてるんですけど、やっぱりこう一個いてこういう感じなんですよ。なるほどね。ここに食い込むのはどこかっていう時に、まあ富士通はそういうやり方をしてここに食い込んでって、スピードとかプレッシャーでかき乱してって、JX を倒していきたいっていうクラブなんじゃないかな。そうなってくると面白いなと。なるほどね。でまあこれがすごい昔の話で申し訳ないんですけど、2015年6年シーズンファイナルが JX 対富士通、ファイナルの1戦2戦、まあ第1戦負けるんですよ、富士通が。でまあ今年もまあ JX なのかなみたいな空気があった時に、第2戦、確か3ポイント9本だか決めて大勝するんですよ、はい、JX に。で、ファイナルに戻ってきて、代々木でやって、代々木で火曜日の決勝で決まって、それあの、ドキュメンタリーでも、部分部分切り取られて、あの、大賀優子さんが、引退するかしないかみたいな時で、ガードをピックアップした、グラジオラスの輪立ちっていう番組が、フジテレビがあるんですけど、がすごく印象的な試合があって、だそれを常時やるっていうぐらいの、バスケットボールになると、すごく面白い。もちろん昔よりとかなりアップデートされてるんで全然違いますけど、印象としてはそれぐらい入ってくると、もう打ちゃ入るなこのスリーポイントみたいな、渡嘉敷選手のとこに行く前に足でこうプレッシャーかけてって、どん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 ちょっとターンオーバーを誘発していくっていうのができると面白いんじゃないかな。でオフェンスに関してはハーフコートオフェンスに関しては多分やっぱ渡嘉敷選手ゴール下にいられると困るんで、やっぱりうまくピックアンドロールとか使ってスクリーンでポップアウトしながらとか言って、渡嘉敷選手外に追い出したりとかするんで、なお一層この篠崎選手のドライブアタックがペイントで生きてくると思うんですよね。なるほどね、っていうのでこの2人をちょっと注目して追いかけたいなと、のでこの2人を、はい、この2人を見てると富士通のバスケットボールはより面白くなるんじゃないかなっていうお二人、クローズアップさせていただきました。それ大学からずっと一緒にやられてるってことですか、そのまま富士通も一緒に入って。いや、うちの選手はシャンソンに一回入ってるんで。ああ、一回、そうなんですね。シャンソン。それは今、わざとかな、それとも、本当に噛んだから動かそうとしたのか。シャンソン。静岡県出身なんで、多分地元にそのまま一回行ったっていう経緯があるんじゃないですか。でも、これ僕わかんないです。W 好きな方で、その詳しい方の方が知ってるのかもしれないですけど、なんでこのタイミングで富士通来たんだろうって考えたら、やっぱ、僕は篠崎選手と優勝狙いに来たんじゃないかなと思ってる。まあなんかのインタビュー出てるかもしれないですけ ど、ね、ごめんなさい、そこはちょっと調べてないんであれなんですけど、ちょっとこの2人は見てもらいたいなと思ってですね、なんと、北海道出身の町田選手が大好きな僕は町田選手を紹介しないで富士通が終わりを告げると。それはダブドリをじゃあ見るしかない。そうですね、ダブドリ読んでもらえば、ダブドリボリューム8を読んでもらえば分かりますね。それは買ってください。いやでもどうですか宮本さん、なんか単純に聞きたいのはやっぱり富士通今季は結構いけるかな。あのやってるバスケットボールっていうのがやっぱり、まあ表現すると簡単にスリーポイントがとかディフェンスがとか言えちゃうんですけど、すごく難しいことをやってると思うんですよ、緻密な、なんでやっぱり時間も必要ですし、あと、ポイントになるのが試合数だと思うんですよね。じゃあ一つ懸念を言うのであれば、これが B リーグみたいに60試合やりますってやって、60試合の中の試合やりながらこの場面はって言って、こう、要はデータが蓄積されてきて、そうって言ってこれを直そうとか、選手間もコミュニケーション取ったりとか、ヘッドコーチともコミュニケーション取ったりとか、アシスタントコーチとコーチ陣もってやってきればあれなんですけど、やっぱりこの20試合とかの中で、そう、短い中で解決しきれない課題が、試合でまたトライができないっていうのがまた難しい、この富士通レッドビュー一つの課題になるかなっていう。だそうなってくると、ちょっとそのシンプルに強いところで勝負してるチームが強いっていう構図ができちゃうんですよ。なるほど、目指してる高みが高いからこそそこに向けて進んでいく価値はあるけれども、 そうですね、その途中がなかなかね、難しさみたいなのはあるってことですね。そうですね、だから例えばそれこそ怪我人が一人出てしまえば、じゃあこの昨シーズンフル出場フルスタメンに出てる4人、町田選手、内野選手、篠崎選手、内尾選手っていうところが、まあ例えば誰か一人怪我をしてしまいました、っていう時に方向転換する時間っていうのもまた難しいですし、なるほどね、その辺がちょっとポイントになるかなって思うんで、結構富士通にとっては今この時期の、今なんかトレーニングキャンプやってるんですけど、SNS で出ましたけど、この時期のそのトレーニングキャンプの共有とか、トレーニングのコンディションの作り方っていうのがかなり鍵を握るんじゃないかなと。
でみんながまあ不測の事態はどうしてもありますけど、みんなが怪我をしない状態で来れることと、うん、まあ、あとはさっき、前回前々回言った岡田選手藤本選手のルーキーがどれだけフィットする時間が開幕までにフィットできるか、うんうんうん、開幕してからフィットしてくるんじゃなくて開幕までにフィットするかっていうのがポイントだと思います。はい、なるほど、分かりました。ちょっとね、僕も宮本さんが散々言うんで富士通ね、ちょっと注目してみたいなっていうふうに思います。ありがとうございます、はい、見ていきたいと思います。でも、はい、宮本はあれですよ、口だけの男なんで来週になったら、いやこのチームを押したいんですよって言ってますすごい振り回される、八方美人だからね、ミスター八方美人だからね。はい、分かりました、よく分かりました、勉強になりました。なんかでも本当、まあ、常に篠崎選手は僕 3X かなり見てたんで、はい、まあまあどんな選手かっていうその特性みたいなのは知ってるけども、うん、5人制でね富士通でちゃんと見たこと僕正直なかったので、うん、ちょっと見ていきたいなっていうのはすごくありますね、うん、はい、分かりました。じゃあ渚さん、面白いこと言って終わりにしてください、はい個人的に私も篠崎美桜選手が好きなので、うん、なんでなんでなんで、なんで去年の顔いや、プレー顔ファプレー、あ、顔も好きです、顔も好きですプレーも好き、プレースタイルが好きです。顔は違いますって言わせようとしたみたいな、なんかそのえ、笑顔が素敵だったのと、ベンチで見せる、あとプレーの、はい、プレーがあのガツガツしてるね、ドライブの感じが私好きなんで、篠崎選手は去年の開幕でしか1回しか見たことないんですけど、すごい気になってた選手なので、もう宮本さんの話聞いて、はい、今シーズン、はい、C 推しでいきますまた C ね、はい、C ね、C 推しで、はい、C ね、はい、OK すいません、C とか、まあ、お客さん入れるかどうかまだ分からないですけども、うん、皆さんで宮本さんと行く富士通レッドウェブツアーやりましょうね、うん、はい、いやでもね、篠崎選手のディフェンスはマジで見た方がいいですよ。あ、いやすごかった本当に、後から年齢知ってびっくりしたもん。あそこです、年齢知ってなんで、いや、はい、でびっくり、どういうこと、 めちゃめちゃもっと若いと思ったんですよ。すごいタフに動くから、ずっとフルで、うん、びっくりしました。まあ、はい、ちょっと女性に年齢出すのはどうかと思うんですけどそれ素晴らしいと思って、本当にすごいかっこいいなと思いました。そうだね、はい、間違いなくでもディフェンスの最初のファーストスイッチ入れてくるのは篠崎選手だと思うんで、うん、そっからこうね、前に前にこう圧かけてくるんじゃないかなっていう予想は知るの楽しみにしてます。いいね、いいね、楽しみだね、はい、じゃあぜひ皆さんもちょっと富士通にね注目していただければなっていうふうに思います。はい、じゃあ今週はこのぐらいで、はい、また来週も、次はどこのチームになるかドキドキしながら来週お待ちたいと思いますので、はいはい、宮本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた来週、バイバイ。はい。